石鹸。ちは、優遇です。まさかの3連続優遇です。その理由は単純なんです。奴らが原稿を送ってこないのです。もうしばらく辛抱してください。今回は1番、種類数あたりの深みがある、憎き野行です。つまり、シーラカンスと排除ですね。名前は皆さん聞いたことがあると思いますが、詳しくは知らないと思うので、紹介していきたいと思います。まずはシーラカンスも。学名はコエラキャンシフォルメス。現存種としては、ラテネリア科、ラテネリア属のカルムナエ種と、メナドエンシス種です。古生代で盆期に栄えましたが、中生代の白亜紀末頃の大量絶滅により、大半の種類が絶滅しました。長い間、絶滅したと考えられていたシーラカンスですが、南アフリカの北東海岸、チャルムナ川沖に1938年発見され、学会だけでなく、世界まで騒然とさせました。一般にシーラカンスと呼ばれるのは、この種類です。カルムナエ、と名付けられ、1952年にはコモロでも発見され、この発見された12月20日はシーラカンスの日となっています。そして1997年、今度はインドネシアのスラウェシ島、沖のメナドプア島より、新たな種類が発見され、メナドエンシスと名付けられました。一般に言う、インドネシアシーラカンスです。この2種類は、生きている化石と呼ばれています。現世のこの2種類は、共に深海に生息しており、魚やイカを捕食しています。ヒレを8つも持っており、早期類とも呼ばれています。骨格はほぼ軟骨でできており、肋骨はなく、浮き袋には脂肪が詰まっています。コズミン、リンという特殊な鱗を持っています。卵体性で、レッドリストでの評価は、カルムナエが絶滅寸前、メナドエンシスが危急となっています。味は美味しくないそうです。次に排除目。学名はセラトドンティフォルメス。現存種は、オーストラリア排除科のネオケラトブス属フォルステリ、南アメリカ排除科レピドシレン属のパラドクサ、アフリカ排除科プロトクテルス属のアネクテンス、エチオピクス、アンフィビウス、ドロイです。シーラカンスと同じくデボン期に出現したため、こちらも生きている化石と呼ばれています。子供の頃はエラで呼吸をしますが、大人になるにつれて肺が発達していき、大人になるとほぼ肺のみで呼吸します。なので、数時間ごとに水面まで上がってくる必要があり、その時に天敵のハシビロコウなどに食べられてしまいます。強い歯を持ち、貝殻を噛み砕くことができます。カエルやタニシ、小魚やエビを捕食しています。乾季になって水がなくなると、泥の中で過眠と呼ばれる休眠状態に入り、雨季が来るまで起きません。卵生です。現存種は全てが淡水性です。ということでいかがだったでしょうか。今回は憎き野行を紹介していきました。次回はポリプテルスからアミアまでの真骨、クイゼンの目を紹介していきます。よろしければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画で。